で行ってきます。1万円ゲットするぞ。よいしょ。はい、わたつ2017年11月の今日26だっけ、26日、夜の22時18分です。じゃあどこだ、あわりわり忘れ物ない、いえ大丈夫で、まず山手通りだから、山手通りってどこだっけ。山手通りは大谷さんいらっしゃい。山手通りどこだ、あ、分かった分かった、通り名が分かんないんだよ、ね、だからまず港南通りにまず行って、あー筋肉痛やべえわ。山手通りを、まず交差点まで行って、清水橋の交差点まで行って、そこで右行きゃいいのか左行きゃいいのかって指示を仰いで、正面交差点。結構遠いの。場所による、山手通りは長いです。長いんだ。長い。谷さん来たよ。てか谷さん面白いね。谷さん面白い。ぶっ飛んでるね。ぶっ飛んでる、ぶっ飛んでる。すげえな、セフレなんていたことないよ俺人生で。ないっすか。え、ある？ないです、ないです。すげえじゃん。しかもその公認セフレっつうか、お互いセフレセフレって割り切ってるのがよくない？超かっこいいよね。なんかその片っぽは恋人だと思って片っぽはセフレ扱いみたいな、クズ展開じゃないじゃん。これすげえかっこいい展開でしょ。え、みんな声聞こえてたら手挙げて。音入ってる。携帯配信環境違うから、のんちゃんの携帯だから、これ聞こえるかどうか教えて。聞こえてたら手を挙げてください。あ、大丈夫、ありがとう。寒い。え、何そのあれ、なんていうの、寝袋一枚で寒さしのげんのこれ。なんだけど一応、そのマイナス1度、までは大丈夫なやつなんで。ああ、いいやつなんだ。で、まあそうですね。だからそれが、多分1万しないで買えたんで。おう。で、それで、まあ一応あと段ボールに囲ってあるのと。はいはいはい。で、まあ今のところは。結構寝れるんだ、快適に。もう結構寝ちゃってる感じです。すげえな。結構寒いかんね、最近。だから、あのアウトドアに出て行って、俺も正直に。外で寝てるんです。寝袋どれがいいっすかっつって。正直に言って山行くとか取り繕わないで。あ、でもね、やっぱその精神大事だよね。要はもうありのまま伝えるっていうか。そう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 。あ、そうなんですね。暑いっすねみたいになるよ。新宿で野宿ですかつって。それだったら多分これですねつって。あ、照明小僧さん来たよ。照明小僧さんお疲れっす。置いたって。とりあえ、あ、本当ですか。そしたらとりあえずちょっと。正面小僧さん、清水橋の交差点まで行くんで、そこまで行ったら俺どっち方面に行けばいいか、ちょっとそこの指示だけちょっと。この前の自転車あったとこの脇の脇んだって。ちょっと待ってくださいね、俺もチビダメだから、ちょっととりあえず山手通りまで行きます。もう貴族の遊びだよね。お金持ちだった。金持ってんだらしいっすよ。まあ金持ってないとこんなことしないよ。やんないやんないやんない。金持ってないとこんなことやんないよな。もう行くよ。山手通り渋谷方面だって。はい、バドツーみんな。ナズタンいらっしゃい。超見ない。昨日最後まで、いや、いなかったかな。いたかな。最後までいたかどうかわかんねえわ。なんかあった。これ右、これ法南通り。あ、違う。あ、だからこれを右だ。ガソスタ越えて格安の近くって書いてある。ここ右、あー、じゃあ向こうから行った方が近かったな。浅井さんの家の方でしょ。そうそう、浅井さんの家がある山手通り沿い、沿いっていうか、あー、はいはい、ちょろっと入って、あの大きな通りが山手通り。はい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 。なるほど。そう、リスナーさんが1万隠して、瓶を2つ置いてるんだって。瓶だか缶だか。で、その2つをどっちか俺と一緒に選ぶと。で、1人は1万円ゲットできるけど、1人は1万円ゲットできないっていう、その、あの友達がいなくなるシステムだね。
あの桃鉄とかのシステム。わかんねえ。ワドタン的にどんな意見が聞きたかった。俺だってほら、もともと誰がそういうことしてるのか分かってたから。俺はほら、もう聞いてたから、リスナーさんから。ただまあ、ヒカルくんの人柄はすごい、なんだろう、人思いだなと思ったよ。後輩思いだなと思って。ヒカルくんは人格者だなと思ったけど。なんていいリスナーだっていう。もうこれで、あの石野と1年ぐらい、もうまた袂を分かつ、あの石野と和道はねえみたいな、石野曰く和道はねえわっていう、1年間言われるきっかけになる配信かもしれないからね。それはないっしょ。そう、俺家ないんすよ。そうそう、ずっと言われるっていう。でも夜の散歩気持ちいいな。今日あったかいね。全然寒くない。今日はこれから出たら全然気持ちいいぐらいね。部屋暑かったし、部屋あの鳥飼ってるからさ、あの寒さに弱いって言います。そう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 、あれね、インドネシアとかの鳥だから、湿度ガンガンに上げて結構暑くしてんだよね。もうしないでください。俺は名前は出さないよ。だから配信者だから、そのやっぱりいろんな人の意見を話さないといけないからさ、話しない、そうするとほら話せないことだらけになっちゃうから。まあでもあのマナーは守るよ、ナズタン。そう。まあ配信は業の深い生き物だよね、配信者は。今日風呂入りてえな、体中いて。そんなにバキバキ。四股100回。四股っすか？うん、四股きついよ。夏田のせいになっててね。まあだからいろんな人が見てるからな。おお、ケイブンさん久しぶり、元気ですか？お久しぶりです。元気ですか？いや、ネットはね、その事実を正しく捉えることができない人とか、途中から聞いてる人がね、知ったかぶって情報をばらまいちゃうからね、よくないんだよ。なんか分かる人にはちゃんと伝わってるからいいと思うよ。伝わる人には伝わるから、あんま世間体とか気にしない方がいいよ。分かんねえ、ラストさん。最近どこで飯食ってんの？最近は、うん、なんだろうな、結構あっちこっちなんですけど、だから一個あの炭火でお魚を焼いてくれる定食屋さんを見つけて、新八食堂っていう。はいはいはい、どこにあんの？西口と東口の2店ずつあるんで、東口の、テレビ新宿駅のある、あの通り、あそこにあって、あそこ、この前は行ったんですけど、結構美味しかったです。わけあってコメント？へえ、そうなんだ。おお、なんなんだろう。
仕事関係でコメントできないとかってあるんだね。取り行く？いや、大丈夫です。戻っていいですか？オッケーオッケー。ダメだよ。ダメに決まってんじゃんね。こいつずうずうしいやつだな。カバン取りに後で戻っていいですかって俺の家に入り込もうとしてんだよ、こいつ。どう思う、みんな？それはいいだろうが。ダメだよ。俺の家になんか二度と入れないよ。うわー、これで俺1万円俺がゲットしちゃったら気まずいなめっちゃ気まずい。ダメに決まってんだろ。なんでお前勝手に俺の家に入ろうとしてんだよ。俺が1万円ゲットしちゃったら気まずいな。でこれでぶつかるのが山手通りなんですよ。 この横の道でしょ。そう花火ありがとう。あー、そうなんですね。いやいや、全然お気になさらないでください。ケイブンさん、また出会えて嬉しいっすよありがとうございます。窓からぶん投げればいい谷さん、面白いな、この人でも窓からぶん投げてもらえばいいんだよ面白いな、この人面白いな。欠けてるんだ。欠けてる。答えがシンプルでいいよ。そうそう難しく考えんなよ、つって。どっちですか今、清水橋の交差点で渋谷方面か初台か中野か。そう、中野方面。どっちですか。どっちですか。中野方面か初台の方か。渋谷って言ったから初台の方だよ。初台の方か。多分。いやいや、全然気にしないでください。初台方面だって、正面太郎さん。そしたら左です。これ渡って左。渡って左。すごいよね。1万円を山手通りに置いていくっていう状況もすごいけど、それらを拾いに行く人生になると思ってなかったよね中学生の頃とかさ、小学生の頃さ。いや、本当に本当に30超えてこんなことやると思わなかったからね。いやしい人間になってしまったよね。正面小僧さんか。ごめんわごめんなさい。夏さん、ありがとう。1万円がワドさんに当たりますように。俺は強運を持ってるからね。こういう、もうこんなおにぎり泥棒には負けませんよ。こんなおにぎり泥棒、バチが当たればいいんだよ、バチが、そう、古い方のメガネかけてる、丸メガネの方ね。てか久々にあの携帯配信するから肩凝る。スマホを持って撮影するの。ワドさんの場合、そのアングルにこだわるから。そうそうそう、俺はこんなんで手持ちだから。そう、顔面アップだもんね。そう、アングルこだわると肩痛い。これ肩凝るわ。むしろ右側歩いてくんね悪い。そういや、まあ楽しいよね。行くと右側に不動産屋が見えてくる。不動産屋？不動産屋で、だその先に多分格安があると思うんだけど。おお。で多分自転車が止まってるんでしょう。で缶があると思うから。はいはいはい。ホームレスに拾われてますように。ホームレスだかんね。風邪ひかないんじゃん。大丈夫だ。大丈夫だと思うよ。いや、警戒してる時は引かない。そうそうそう。あ、油断してると引くんだ。そうそう、油断してると。てか、まあ家がねえと引くよな、風が。首絞められてた赤部の前で。なんでだろう。今はガチホームレスだから。へえ。なんで首絞められてたの？男？誰だろう。首絞められるって相当のシチュエーションだよね。
俺が瓶見つけた場合は俺1万円入って、お前が瓶見つけた場合は俺が9000円で1000円。いや違くて、え、いや止まってそんな引っ張る話じゃない。俺が瓶見つけたら、いや違くて、え、2つあってどっちかに入ってますよと。はいはい。でどっちですかと、それを2人で決めると、うん、でもしぶつかっちゃったらどっちも右と言ったと、どっちも左と言ったと、うん、ぶつかってしまった場合はじゃんけんで勝った方が好きな方を取りましょうと、うん、なるほど、そういうこと。なるほど。見つける見つけないとかじゃないから。なるほどなるほど。で石野が1万円当てたら俺に9000円入ってくる、僕に1万円入ってくる、そういうあの理屈です。そんなルール聞いてないよ。止まって広げる話じゃないから、行きましょう。止まってる広げる話じゃない。ちょっと話違うよ。どう思うみんな、なんか後出しじゃんけんみたいなこと言い出したんだけど止まって広げる話じゃない。俺聞いてない、ま、俺9割結構歩くんだ、結構歩くんだ。で結構歩くんだ、これだって距離があるんだ結構俺ちょっと慣れてきたわ、なんかなんかそんなやつだと思わなかったわ。止まって広げる話じゃねえんだよ。そうなの？まだ長いの？まだ結構歩くから。尺どれくらいあんの？尺わかんないけど結構歩くから。そうなの？うん、結構うん、じゃあ歩こうか。こういうのは嫌いらしいな、石野は。こういうのあんま好きじゃないみたいだな。うん、こんばんは、石野さん。なんだよ、ガツガツしてるな、なんか最近の若いのは。金にがめついな。突然殴られたの？誰に殴られたんだろう。マジでひどいね。それってただの傷害事件じゃないの？突然殴られたって。ねえ、いきなりぶん殴られたんでしょ？それただに捕まるでしょ？ただ単に。それ配信がどうのこうの関係ないでしょ？いきなりぶん殴られたんだったら。ひどいね。で、やられたのはネットの神様？うん。ネットの神様っていう人が流れ、マジで？リスナーにやられたの？わかんない、なんかそのピンバさん行くよ、わかんない。あ、ここの方は浅井さんとの仕分けだだよね。あそこら辺にさ、はい、青い光る物体が、最近だいぶ前、半年ぐらい前、なんか人工的な光じゃなくてライトアップとかじゃなくてボワーっと月明かりみたいな青い光が止まってるんですか？止まってる、うん、星っていうか月、満月ぐらいの大きさでブオーっと。何だったんだろう、あれ。なんか最近暴力沙汰多いよね、配信会。嫌ですね。嫌だよね。すげえ嫌だ。なんかへこむ。悲しい。悲しい、そう。悲しいよね。そうそうそう、悲しいの。うん。悲しいの。うん。なん
か自分が喧嘩弱いからっていうのも多分あると思うんですけど、喧嘩強いやつが結局偉いのかみたいな。そう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 、それがすげえ悲しいの。悲しいよな、なんかすげえ、多分弱いからなんだろうね。3億の被害に遭った生主とかいんの？生主って金持ってなくね？3億の被害に遭うぐらい金あったってこと？経営者とか。おー、え、でもさ、3億稼ぐぐらい頭いいやつがさ、騙されるか。なんか、まさきさんが言ってたんですけど、金持ってる人の方が騙されるらしいですよ。それなぜかというと、今までの成功体験っていうものがあるから、自分で考えて自分を判断、自分で判断するから、結果的に騙されてしまうと。で、分からない人は考えることやめちゃうから、よく分かんないからいいですってなっちゃうから、逆に騙されないみたいな。はぁ、そういうのがあるって、まさきさんはなんか言ってた。へぇ、なるほど。だ、知能で詐欺師に上行かれちゃってたら、負けちゃうってことです。じゃあ詐欺師はも、要はそれも計算、相手が考えてそこに行くだろうっていうのを計算して仕掛けてくんだ。そういうことなのかな。でしょ。そうか、要は相手の頭の良さを計算に入れて、この答えにたどり着くって言って仕掛けてくるわけでしょ。やばいでしょ。黒詐欺。黒詐欺。いや、経営者は別に黒ではないでしょ。すごい世界だよな、本当に。でもまあ、わかんないように騙し合ってるだけだよな、社会なんてな。これ何？あ、ゴミか。でかオタクの彼女って何？オタクの彼女なんかよくわかんないけど、一時期流行ったのがコメント欄で、のんちゃんに保険金いくらかけたのってずっと言われて、なんか俺がのんちゃんの保険金かけてのんちゃんを殺そうとしてるみたいなのが多分書かれたんでしょ、誰かが言ったか。ずっとコメントで書かれてたやらないよねバカすぎると思う。絶対やらないと思う。めんどくせえよ。めんどくせえよ書類書いてるそうそうそう、まず殺さねえといけないし、まず保険料払えねえよ。待って進行方向の歩道、え、進行方向の歩道、まあ、ここのことか。ここのことか。今歩いてるところか。え、和道の知り合いの生主何人も詐欺を、え、生主、え、生、え、和道の知り合いの生主何人も生主を詐欺ってるようだから気をつけてね、和道さん。誰？小賀組さん、誰のことそれ。あの、誰がどうしてるとか分かんなくて、気をつけるも気をつけないも分かんない。こういうコメント書くからこの人嫌いなの。あー、そういうの俺不安になったりとか疑うとか嫌いだから、そう、疑心暗鬼になりたくねえし、ちょっと面倒くさいだから嫌いな、誰かを疑って行きたくねえわ。夏に和道さんとキャスバーで飲んだあたりがチャーハン事件、そう頃っすね。ていうかもうあれがきっかけで、この店は何やってもいいんだみたいな風潮になっちゃったんでしょ。吉野家がある方、反対側だね。違うかな。吉野家こっち側じゃなかったっけ。え、で、な、吉野家の方って言って、吉野家がある方のほど反対だよね、多分。結構遠いな。多分家がその辺なんだろう。一番寒いから。そうそうそう。サンダルで行ける距離。そう。取りに来いってことね。しもじもの、そうそう、ね、奴隷ども、奴隷ども俺は金持ってんだ拾いに来るなら、また多分ね、日本円で1万円差じゃないんだよね多分どうすんのそれいや俺はこの前、ファミリーマートで、靖国通り沿いにあるファミリーマートで、あの、外貨の両替の機械があるところがあるんですよ。そこで両替して、あ、本物だったんだ。本物ドルだった。本物100ドル、いや、100じゃない、この前は俺トータルで多分2000円ぐらいだったら、多分10ドル札が2枚10ドル紙幣が多分2枚入ったんだよなんでドル持ってんだよ。なんか海外いたりとかするらしいな、仕事とか。ああ、なるほど円じゃねえのかよ。そう、円じゃない。あと小銭ジャラジャラ入ってる。今回何が出てくるんだろう、ね、何が出てくるんだろう。
わかんないよ、でもこのこういう行動を続けていって、ションベ太郎さんがもっと金持ちになって、はい、100万が小銭ぐらいになって、おい100万入れたよって言ったらもうそれやばいっすよ。そう、だから俺はこのションベ太郎さんが100倍収入上がることを信じてるね。確かにそうですね、うん、大事な大事な、やっぱ金持ちはどんどん金持ちになってもらいたい。リスナーが金持ちになったら俺も金持ちになるはずだって思ってるから、うんうん、あ、そうですよね。そうだよね。そうだよね。そうですよね。うん。そう。そうだよ。そうだよ。リスナーが金持ってば、そう、俺、そうそう、上がるんだよ、絶対。だから、和道リスナーはガンガン稼いでほしい。だってリスナーさん景気悪かったら、俺ら食っていけねえもん。ですよね。そう。あったあった、よそや、タリーカレーあんざん、おいしいっすか、ここよく来る、いやいや、貧乏リスナーでもいいんだけど、なんかみんなで頑張ろうぜ的な。あ、さ、ぶっちゃけ俺らなんかさ、もう食わされてる身じゃん、生主ですよね。実際だからもう、そう、だからリスナーが上とか配信者が上とかなくて、社畜のペットみたいな、ペットなんだよ。そう、俺らはだから飼い主によって、リスナーさんは俺は飼い主だと思ってて、あ、確かに飼い主によって幸せになれるか不幸になるか。そうだ、そう、飼い主だ、俺らはペットなんだよ。そう、だから尖ったペットにならないとね、なんかワニとかさワドタン、ヒカタン、イシタンは好きになりました。うん、フォローしてね、ナゾタン。よかったよかった。吉野家の炊飯器の中に入ってる、それトラップでしょ、完全に完全に俺らを破滅させようとしてるでしょ。入ってねえわ。何者なんだろうね、こういう人は。ワカメの袋にバイアグラとフリスクと、フリスク小銭とアメリカドル紙幣それさ、多分さ、ションベン太郎さんだっけ、ションベン小僧さんか、ションベン小僧さんがさ、ワカメの袋に机にあるのガッて入れた感じじゃないの、ザラザラザラみたいな、うん、いらねえわっつってクレーンゲームみたいなさ、ゴミゴミっつってゴミ処理そういうノリでしょ、多分わかんないけど。太ももがマジやべえな。だ、シコやってみ、100回そうね、10回ぐらいシコって、うん、こう、上がんない上がんない、こう、ぐーってかがんで、こう上げて、うん、ぐーってスクワットみたいな、それ100回連続で、その後しゃがんで足首掴むだけを100秒やるんだけど、地獄。いや、もうパンパンに腫れてんじゃん、で、しゃがむじゃん、なんつうんだろう、ストレッチをずっとやる感じの痛いやつを、地獄ですよ。格闘家じゃねえしと思ってんだよ確かに違います、うん、おー、ネアいらっしゃい。そうだそうだ、俺この前逆から来たんだ。あ、はいはいはい、そう、こっちからこっちから合ってる、うん、おバンドスー、おバンドスーって京都だっけ。こんばんは。
名古屋で自転車のことなんていうか知ってる？方言で。ガンダ。え？ガンダ。ガンダ？なんだっけ？なんて言うんだっけ？名古屋の人って自転車のこと。ガンダ？なんか俺どっかの地方で自転車のことガンダって言うって聞いた。ガンダだっけ？なんとかマシーンって言うんだよね。ケッタだ。ケッタっていうの。そう、ケッタマシーンっていうの。なんかかっこよくない？ケッタマシーン。かっこいい。ケッタだ。ありがとう。ガンダはどこだろう。なんかいい匂いするな。スタンド。スタンド、あったあった。初めて知った蹴ったマシーン。海外行きてえな。どこですか？海外？日本以外。あ、どこでも？どこでもよくない？なんかた、なんつうの、日本から出た感があれば。うん、日本の外。うん。そう。こういうのって意味わかんなくない？こういう、なんつうんだろう、これって誰が管理してて、これ何なの？この部分、このフェンス越しのこの部分って何なんだろう。こういうところに俺住みたいんだけど。何これ。あと、あそこに住みたいと思った。高架下があるんだけど。そう、あそこ、あそこに住みたいんだよね。高架下になんかあるんだよ。そこに住んだらダメなのかな。高架下ってどうなってんだろうね。だから注意されるまでは入れるって、まあ誰かしら多分通報するでしょうから、絶対に住んでたら。うん、であとはそこを管理してる人間とのやり取りになるんでしょうね。高架下ってでもさ、なんか坂口恭平が銀座になんか高架下になんか無法地帯があるとか言ってなかった？誰の土地でもない。そう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 、県区境で揉めてて、そうどちらの区でもないから、そう無番地だ。そう、無番地。うん、ここ住めるっしょ、みんな。ここどう？これちょっとうるさいんだけど、テント張れるんだよ。ここって誰の土地なんだろう、この高架下のこの部分。あそことかさ、どっか役所に行くと誰の土地になってるのかっていうのを全部調べることができるらしく。ほうほうほう。土地の登記っていうのを全部調べたくね。で、誰も住んでないな。俺あそこに家建てたいんだけど。え、あそこかっこよくない？俺の家っつって。あれだって俺の部屋よりでかいよ、あれ。あそこそうかな。でかいでしょ。でかいでかい。住めねえかな。先中身だけ取られてたらめちゃめちゃ悲しむよ。悲しいね。うん。いや、逆に、でも逆の可能性も考えないといけない。やっぱり俺らハッピーな住民だから、リスナーさん、別のリスナーさんが両方にお金入れてくれるとかね。喧嘩はダメだよっつって別の人が1万入れて、はいはい、ションベン小僧さんがびっくりするとか、はいはい、そういういいサプライズも考えないと。多分そう。そう。いいこと、プラスに考えていこう。プラスに。そう、世の中にはサンタクロース的な人もいるから。イシタンとダンボールハウスに住もうかな。いや、犯されると思うよ。あと、こういうところに住みたいの。イシノ、中入って。ちょっと、イメージ、イシノ。ほら、こういうところ。ほら、似合うでしょ。こんだけの間取りあったらさ、この緑の、なんか橋の下良くない？ここ。この中に住みたいとか思わない？歩道橋の下。こういうところってダメなのかな？ダ
ていうか、なんでフェンスで囲ってんのこれ、意味が分かんないんだけど。住むからでしょ。住むなってこと？そういうことですか。え、なに、住むなっていう嫌がらせをするためにこんなに金かけてるってこと？じゃないことだって、多分バカすぎるでしょ。なんで国にそんなさ、権限があるの？国とか多分建設会社とかなんじゃないかな。何なんだろうね、これ嫌がらせだよね。じゃあこっち側に住むとか、フェンスのこの部分。石野、ちょっとイメージして。台所どこ？石野、ほら、台所はどっちかですよね。マスが2つあるから、どっちかがトイレで、どっちか。トイレは、トイレそこの、ほら石野、トイレちょっとイメージ、どういう感じ？うんこは？うんこはまあこういう感じ。ところがあるから。もうすごい。なるほど。寝るんだったらまあこういう感じで寝るってこと。いいじゃん。ほら、広い。いいよね。いい。違う、あのね、これ住むなってことじゃないらしい。あ、自転車だって。あ、自転車。俺らの被害妄想だった。ごめんな。汚れちゃったよな。うん。そういうことね。でもこれくらいあったら幸せになれるよね、俺ら。ちょっと分けてくれよっていうさ。俺らテントで全然いいもん、家賃6万払うんだったら。そう、なゼロてかさ、国がさ、試しにさ、なんかその無料居住区みたいなの開放すべきなんだよね。だ、余ってんだから。もうすぐだって。初代だ、ここ。大長初代マンション。うん。公園のマンホール開けて入ってみる？でも多分電波ないよね。マンホールは臭いだろうな。臭いし怖いっす。マンホールに入ったら不法侵入になるのかな？何なんだろう。何になるんでしょうね。何かしらでパクられるよね。これめっちゃ重いっすよ。俺仕事で開けて入ったことあるけど。うん。超重いっすよ。二人がかりで行ける？専用の引っ掛ける金具で開けたんだけど、バールじゃダメ。どうだろうな、いけねえか。いや、石野と段ボールで2人で生活するは楽しいと思うよ。ね、朝日プラザ代々木山の手、この辺。ここ、なんかすげえ高そうな車止まってんな。 あったあのあった？でしょ。不動産屋。ちょっと待って。ここら辺。ここら辺。どこ。右見て歩けって言ってる。うん。ちょっと外亀に切り替えます。テロ容疑でパクられるんだ。はい。どこら辺？あった。嘘、見つけたの？もう。触っちゃダメ。見つけたもう。見つけた。早くね、お前。え、ちょっと待って。よく見つけたな。え、ちょっと待って、カメラに映すね。うわ、あった。よくこんなの見つけたな、お前。え、なんでわかったの？なんでピンポイントですぐわかったの？いや、だって お前1万円の見つける能力高すぎるだろ。で、どうします？じゃあちょっと待って、右、なんつうの、触ったらわかっちゃうから。分かっちゃうから、そうだね。痛い。ここに1個あんのね、缶が。で、このこっちの方に、分かりづれえなカメラで、下に1個と上にこのどっちかに1万円入ってるんだって。じゃあちょっとミーティングしよう。ルールの確認なんだけど、はい、どっちか2つのうちどっちかに1万円が入ってると。で、右とか左で被ったらじゃんけんで勝った方が取ると。で、俺が1万円ゲットしたら俺のもの、石野が1万円ゲットしたら9000円俺に入る。 OK。 俺が1万、和道さんがゲットしたら1万円が和道さんのもの、俺のもの。俺が1万円をゲットしたら1000円、1万円が俺のもの。石野さん、よろしいですか、ルール。ないわ。だからこないわ。そんな引っ張るところじゃねえんだって。だって下等生物。下等生物だけど、下等生物だけど、うん、だってむしろ俺がもらうみたいな。広げる場所じゃねえ。むしろ
俺が全部もらうみたいな流れだったのに情けでもう生主すぎるんだよ本当に和道さん本当に生主なんだよマジで。じゃあ逆になんかタクシー代とか欲しい。逆になんかお前のお前がそう言うから俺足痛いのにここまで来たのに俺そんないやお前がそれ俺言ってないから。いやもう事実を歪めるのやめてください。もうなんか俺どうするみんな。いやこの人だからもう爪に乗っかる動画のことも頭に入れた上でこれ展開してるからねこの人この人もそう動画化も頭に入れた上でこの人展開してるから。そういうの嫌い。いやいいっすよ付き合いますけど和藤さんの枠だから付き合うけど付き合うけど。いや俺のいや俺欲しいわ。全部俺の1万円だからこれ。めんどくさいからもうやろうか。やります。じゃあどうしようか。めんどくせえな。せーので、せーので、せーので、じゃあ指さそうか右か左か。了解。じゃあ行くよ。俺映ってます。指もうちょい前に出よう石野は。でうんその辺行くよ、はい、じゃあ右側と左側ね、はい、行くよせーの。いやおかしい。何何で何クレームばっかりじゃん。何もう。いや人間関係が何なんだよ。おかしいだろ今。何がおかしかったんだよ。なんだよ。もう一回いいっすかじゃあ。もう一回。何がいいよいいよ。分かった。右と左があるんだよ。せーの。うん、もうちょい前でね、はい、もうちょい前でね、右と左で行くよせーの。なんだよ。何がおかしいんだよ。おかしいだろ。何がおかしいんだよ。なんだよ。なんだよ。なんだその動き。タイミング。何おかしいところなんかなかったよ。葉っぱじゃねえかよな。何葉っぱになってたろ今。なってないよ。被害妄想だよ被害妄想。被害妄想なってんだよ。なキックスネアなってんだよ。なってた。そこでドラム出さなくていいんだよ、うん、キックスネアなってたの今。文句が多いな、うん、何なじゃあ分かった。じゃあね、うん、なんで右選んだのかちょっと推理を聞きたい。野生の勘なの何なの。さっき俺は、うん、いろんなことを、うん悩んだ時に自分で選択しないっていうのをやってるんですよ。わかります。わかんないです。何か例えば2つの選択肢があります。3つでもいいです。その時に自分で選択し、まあ、最終的に決めるのは自分なんだけれども、はい、自分で選択しないっていうのをやってるんですよ。はい。わかります。わかんないです。いや言ってることはわかりますよね。全然わかんないです。マジでわかんない。わかんない。いやだから自分でね、じゃあ定食屋でエビフライにしようかなね、うん、アジフライにしようかな、うん、自分で決めないっていうのやってます、うん、わかります。わかんないです。わかんないです。な、ま…わかるだろ。全然わかんないです。え、どういうことどういうこと。なに、アジフライとエビフライを自分で選ばないってどういうことですか、ね、アジフライにしようかな、うん、ね、うん、エビフライにしようかな、うん、ね、うん、悩んだんですと。悩んだ。その時に、うん、どちらかを選択しなければならないわけですよね。はい、そこで、そうです。じゃあ、はい、例えば和道さんと一緒に来ましたと。はい。で、その日の日が、ね、うん、ランチメニューがエビフライとアジフライでした、うん、で、和道さん、じゃあ俺エビフライにするか、うん、するわ。そしたら、じゃあ俺も要するに和道さんに委ねてみる。例えば和道さん、だってお前自分で指さしてたじゃん今。まずいいですか。ああいいよいいよ。よくわかんないね。で、うん、わかるだろ。いやいや、いやだって自分で今選んでたじゃん。それでね、うん、それで僕は自分で決めないっていうのをやってるんだから。で僕は決めない、うん、決めないでやってると。はいはいはい。で僕はそれで何か迷った時にサイコロを振るんですよ。サイコロを振る。ほう。サイコロ振りましたっけさっき。で、ウェブサイコロってあるんですよ。ほうほうほう。で、見せて、ウェブサイコロ。え、どんなアプリ。おうわぁ、やだやだやだ、マジで、やだやだ、怖い、やめてください、やめてください、怖い、もう声で分かっちゃったじゃねえか。ちょっと待ってや、ちょっと、おけや、おけや、まあ、何、
何ですか、怖い怖い怖い、何ですか、誰ですか、何ですか、もうだって分かっちゃったじゃん、何ですか、何ですか、怖いです、やめてください、怖いです怖いです、何ですか、何ですか、急に腕つか、腕痛い、右手痛い、もういらねえんだよこの車、右手痛いんですけど、なんで右手折れてる折れてる、折れてますよこれ、暴力はダメですよ、やめてください、誰ですか、もういらねえんだってそのくだりどっちよなに笑ってんすか、俺はもう結論に行こうとしてんだよもうさっきからおうおうおう、でまずどうするんですかって、おかしな始まり、いつまで続くんだこのくだり、じゃあサイコロ、サイコロが見せてくださいよサイコロ、うん、サイコロね、うん、うん、捕まないで、捕まない、怖い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 、やめてください、やめてください、やめてやめてやめて、やめて、なんで、なんで暴力ですか、暴力ですか、いや痛い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 、起きます起きます、何ですか、もう疲れたわ、うん、助けてくれリスナーさん、いやリスナーも怒ってますよ、救急車呼ぶって大丈夫ワードターンって、もう結論出そうぜ早く、分かった分かった、でサイコロで右って出たから右にしたってこと、そうそうじゃあどっちがいいんだよ、で決め方どうするんですか、いやもうじゃあ、じゃあ石野に選ばせる、もう本当に、うん、石野、まあまあまあここはやっぱり石野に選ばせよう、もういいんすか、ちょっと待ってリスナーに聞いてみる、石野選ぶで OK の人は石野って書いてください、石野にこの缶選ばせる、俺触っちゃったからうん OK 石野で OK だって、OK、1個取って、もう取っていいんすか、いいよどっちでもいいよ、だけど、最高振りゃいいじゃん、またアプリで、オッケーオッケー、じゃあもう、うん、もう行きますわ、いいっすか、取っちゃっていいっすか、ダメダメなのかよ、ダメでしょ、いやいや、もう話がまたおかしくなって、いや、なんで聞いたのさ、いいっすかって聞いたから聞かなきゃいいじゃん、乗るな、缶にまた走んのか、また乗るな、缶に分かった、缶によらない、缶によらない、いいよいいよいいよ、選んでいいよ、そっち、じゃあ俺がこっち、この感覚からだ、自分で選んだんだからね、じゃあ開けてよ先に、え自分で選んだんじゃん、振って振って下に振って、ああでもね俺ね実はね、なんで引っ張ったか教えてあげようか、うん、じゃあこれもあげるよ、これ入ってないと思うよ俺の予想、俺は分かってたんだよオチが、入ってないでしょ、入ってんのかよ、はい入ってんじゃん、ああ入ってんじゃん、じゃあ変わんないや、なんでここで解散みたいな流れになってんだよなんで、なんでお前解散みたいな感じでお前引き上げますみたいな感じになってんだよ、カバンも取りに行くわこれから、カバンもなんで走るんだよだ早く和道さんもいいからお入ってる、本当に入ってる、入ってんじゃん1万円札が、嘘マジ、明るいところ行こう、1万円札入ってんじゃん思いっきり
見えねえな。じゃあ俺今出しますか。うん、自分でやるわ。よいしょ。この人本当に金持ちなんだな。本当にだからやるんだって正面行いや、血はすしでお疲れっすじゃない。なんでお疲れっすの雰囲気で帰っていこうとしたの。カバンも今から取りに行くって。外だわ。え、どういうこと。バカだれが。どういうこと。外だ。ちょっとなんすか。いいっすか。はい、いいっすか、はい、じゃあここでリスナーさんのコメント読み上げていいっすか、はい、お名前何でしたっけ。石野です。フルネームで。石野康介です。もっと大きい声で。石野康介です。石野康介さん、はい、しょんべん小僧さん、はい、もう一回どうですかと。マジっすか。やる。あ、はあ。でも取り分は9対1になります。だからおかしいだろって。え、なんで。復活戦なんで。復活戦なんだ。復活じゃねえだ。いいんだもうな。もう正面小僧さん、ちょっともう一回いいっすか。じゃあ正面小僧さんにアピールしてください。正面小僧さん、すいません、もう一度お願いします。じゃあお疲れ様です。いや、じゃあお疲れ様です。え、なんすかなんすか。スタッフになってんだ。なんすか突然このタイミングでスタッフになるの。突然今までやってたの突然スタッフになるの。やりたいの。やりたいの。いや、やりたいわ。じゃあちょっと今コメント待とうか。はぁ、あ、今回別ルールかもしれないですけど、チャレンジしたいですか。どういうルールですか。いや、違うんですよ。1万円が欲しいかどうかっすよ。欲しいです。じゃあルールいいっすか、はい、走って15分でカバンを取りに行けたら1万円です、今回のルール。マジ俺サンダルだぜ。サンダルですか。どんなサンダルですか。クロックス。クロックスじゃないんだけど。おう、クロックスみたいな。まあ裸足でも全然僕はいいと思いますけど、トライします。こっから僕の家まで走って、15分で。いや無理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 。走って15分絶対無理だから。片道家まで15分。ここに来るわけじゃなくて。それだったらいいや。やんないっすか。疲れるし。じゃあお疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。何何何。俺もカバン取りに行くんだ。いやだから15分で取ればいいじゃないですか。いけるって。なんでできないと思うの逆に。いやでも疲れるもん、そういうの。でも冷静に考えたよ。疲れる系配信者じゃないから。違うんですよ。冷静に考えましょう、石野さん。冷静に、はい、一旦冷静に。15分で1万円稼ぐ人世の中にいます？なかなかいない。うん。知り合いにいます？まあなかなかいないです。やりましょう。知り合いと違うと見せつけましょうよ。いや15分で無理っすか？じゃあ、いいんすか？いいんすか？いけるって。いけない、もう俺それ疲れる系の配信者じゃないから。疲れることやる系の配信だったら仕事してるんだ。わかります？わかんないっす。いや、わかんないっすじゃなくて、わかります。働きゃいいんだから。働きゃいいのやらない。いや、だからみんな働けって言ってんの。もういいわ、もう帰りましょう。マジか。行きましょう、行きましょう、歩いてください。そう、機嫌悪いですね。そんな展開ある。まあ確率の問題だからな。え、ちなみになんで小さい方の缶、でっかい方と小さい方の缶だったじゃないですか、はい、なんで小さい方を選んだんですか。いや、もうだから、うん、のは全部無視して、あもう最初のサイコロの右だと、それだけ、もうそれだけで、もう、おお、え、ちょっと待ってちょっと待った。何、最初どっちだったんだろう。最初はね、こっちは左だった。だからどっちにしてもこれ下の方に落ちてた方なの、これ、はい、だからどっちにしても一緒は外れだったの。いや違う、だって俺右だったんだ。なあ、右がこれ。じゃあ運命は石野は1万円もらえない方に差異はな。え、これ深くないですか。え、どういうことですか。え、これ深くないですか。深い。
と言いますと、じゃあ俺もらえなかったんだ。そうです、俺もう道中でもう決めてサイコロ振って決めてたんですよ。はい、もらえなかったんですよ最初から。受け入れるわこれ受け入れるわ。そうなんですよ、受け入れる、受け入れる、はい、そうなんです。ちょっと待って、これ何も入ってねえよな。何も入ってないっすラッキーとかないっす、ないっす、石野さん、ないっす、ないっす、ないっす、ないです、ないですよ石野さん。いや、あの不法投棄やめてもらっていいですか、カメラ回ってると飾り、いや、インテリアじゃなくて今さらっと不法投棄しましたよね飾っておいただけ、飾っておいただけ、あの、ちょっとそういうところっすよ、飾っておいただけ、うん、そういうところが運を、うん、そういうところっす、そういうところっす、コンビニあるんで、はい、なんなら僕持ってましょうか。飯おごってくださいよ、今日飯。いや、いい飯、飯ぐらいいい、せいぜい1000円だぜ、飯おごってくださいよ。ダメなんだこの人、もう本当にカメラ回っちゃうと、もう火ついちゃうから、カメラ回っちゃうと、もうプロ根性がすげえんだ、もう行こうぜなって、もう疲れたわカメラ回っちゃダメなの何言ってるか分かんないっすね。っていうかね、さっきのんさん天ぷらそば、なんだろうな、なんで怒ってんだろう。あの人かわいそう、なんか寂しそう、なんか。コメントであった、石野、石野もう一回空き缶あるって、さっきの場所だって、今ちょうどだからもう一回やろうと、はい、本当にもう一回、うん、さっきの場所、うん、ねえ、これが最後だぞっていう、ありがとうございます。で、今回なんと片方いくらだと思いますか。2万円。3。え3。やります、やります、やります、やる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 。え、でもこれは総取りルールは絶対だぞって、文句言うなよみたいな。了解です、うん、文句言うなよ、総取りだからなって。そこにそのおごれとかもうなんかやめようと。分かりました、うん、本当に、うん、3だって。え、あそこだっけ、もう先か、不動産屋の、うん、え、3あったら何します。いや、もうちょっと止まらせてもらいますわ、どっか。まあちょっとつまらない使い方で申し訳ないですけど、うん、止まらせてもらって、うん、ちょっと歯医者行って。歯医者、歯どうなってんの。あのね、うん、親知らずとかがすごい生えてるんですよ。はいはいはい。え、3万で治せる。いや、抜くだけだから、抜いて、うん、邪魔なのを抜いて、うん、あとは歯石を取りたいの。はいはいはい。え、でももっとかかんない、抜くのって。かかんない、かかんない、そんな、かかんないとか、なんかまあちょっとそういうつまらない使い方、ここじゃなかった、もうちょい先じゃなかった、ちょっとつまらない使い方になっちゃうけど、うん、まあそんなことにちょっと使わせて、もし僕がゲットした、え、ナゾタンと一緒にホテルはとかコメント書いてるけど、そういうのはない。え、ナゾタンさんが言ってるの、じゃあ他のリスナーさんが。いや、それはない、まあ本人がね、ちょっと今もうすぐ、うん、デリケートになっちゃってるから、うん、まあまあまあ、そうだね。和藤さんは3万円、うん、俺3万あったらどうしよう、のんちゃんとまあ旅館とか行こうかな。旅館どこ。なんかほら温泉とかさ、配信で、あ、まあのんちゃんをずっとお世話になってるから、うん、あ、そしたら俺も、あ、でもでもまあ歯直すのはいいと思うよ、財産だから。え、じゃあ今回、ああ、ナズタンが言ってるよ、ナズタンとホテル行こうって言ってるよ。あ、マジですか。うん、まあやらせるとは言ってないけどね。あ、そうです。え、どうし、え、選び方どうします。いや、石野先行で俺はいいよ。逆に石野が俺先行してほしいって言うんだったら、いや俺でもいいし、だから主導権完全にお前に渡すよ。本当っすか。どっちでもいいよ俺は。うん、じゃあお願いします。
はい。じゃあどうします、うん、じゃんけんで勝った方が好きな方を選べるにします、うん、公平に公平にいいよ。じゃあじゃんけんしよう。一発勝負でいいよ。最初はグーでいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、俺負けってことは俺が選べる。うん、いいよ。え、なんすかなんすか。嘘かい。早い。やっぱ15分でいけたよ。え、なんすか。15分で帰れたよこれ。本気出したら体力あるじゃないですか。もう明日早いですよ。明日飯おごってくださいよ。まあいいやいいやいや、わかりました。それで行きましょう。カメラ回ると火ついちゃうから。本当かと思ったわ。さあお疲れ様でした。え、お疲れ様でしたじゃなくて、いや本当今日は楽しかったです。いや本当じゃなくて、まあ、カバンまず取る。カバンを取ってからです。騙された気分ってどうなんですか。どんな感じなんですか。騙しい。僕あんま騙されたことないんで。騙しい。そうか。いやだけどなんかちょっと、はい、感じるものがあるな。どんな感じる。いやどっちみち取れてなかったっていうさ。なるほど。うん。持ってないっすね。持ってないんだな。まあこれがいわゆる引きですよね。引きですね。引きってやつですよね。はい。配信者はやっぱり持ってる人が売れるみたいですよ。ですよね。うん。そこ理屈じゃねえんだよな。うん。なんか自分のサイズを知ったっていうか。あ、いや心折れてるじゃん。心折れてないですか。いやもうやるしかないからやるしかないですけど、うん、ただいやだけど本当にこういうことなんでしょうね、うん、ビジネスで成功するとかっていうのも。あでも絶対運、うん、あのね経営者運、うん、運だって言って多分あのもちろん頭の良しはしあるけど、うんうんうん、運だっつって最終的には多分こういうことなんでしょうね、うんうん、本当にビジネスで成功するとかしないとかっていうのも、うんうん、理由ないんですよ。理由ないのかな。ない場合もあるんじゃないですか。うん、うん、左って言ってたらね取れてたわけだもんね。そうです。え、じゃあ本当はサイコロ振らなかったらどっちだと思ったの。いやわかんない。だからもう俺わかんなくなっちゃうと、うん、もう思考放棄して、うん、もう全てを確率に委ねるっていうか、そういう風に俺するタイプなんですよ。でもさ、一種のさ、はい、教えてあげるよ、はい、選んだとしても確率は変わんないんだよ。変わんないんですよね。そうだからその自分の気持ちで納得できるかどうかみたいな。そう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 、この現象に対して納得ができるかどうかなんだよ。そう変わらないんですよね。そう変わんないの。選んだところで 50% だし。そう分かる分かる。そうでもね、石野はトライしてたらもう一番稼げてたと思うよ。15分絶
無理無理か。俺はそれが勝者だと思うけどね。あそこで負けを勝ちにできたんだよ。一緒そういう疲れることやるタイプの配信者じゃないから。何系配信者なんですか？無気力系。無気力系。無気力系配信者。でも分かる、石野がピンでやった時はドルだったけど、俺の時は円でこう獲得できるこの差。やかましいわ。やかましいわ。そう、あーなんかちょっと人生の縮図だなこれ。縮図でしょ本当に。縮図だよ。これで地震で死んだりとかするわけでしょ。そうだよ、簡単な話が。そうだよ、そうだよ。ですよね。そう、ここから上から物落ちてき て頭にぶつかるかどうか。ねえ、そうそうそう、そういうことっすよね。そう、そういうこと。交通事故合うかとか。ですよね。そういうこと。本当に本当に本当にこれ縮図だな人生の。そういうことか、うん、持ってましたね今回。いやーどうだろうな。こっちですね。じゃあまっすぐ、まっすぐ。タバコ吸いてえな。ここでタバコ吸おうか石野。この駐車場だったらね。俺灰皿持ってるから。うん。ファイナルチャレンジ。右か左か。あ、了解です。石野さん聞いてください。はい、石野さん、さっきどっち選んだんだっけ、右と左。右。じゃあ何これ、ちょっと待って、ちょっと向こうが言っててもらっていいですか、俺の声聞こえないように。ちょっとしょんべんします。いいよ。しょんべん小僧さん、これわかりました。で、石野が右って言ったら僕もらえるんですか？正面小僧さん、石野にだけチャンス、石野にだけチャンスっすか。石野が逆側選んだら俺もらえるんすか。あ、もらえない。あ、わかりました、わかりました、わかりました。じゃもう一回行きますか。了解です。じゃあもう仕込んじゃってください、お願いします。あ、違うの。あ、どういうことだろう。もうやるんじゃなくて二段階ってこと。じゃあ最初に聞くってことかな。ちょっと石野そこで待ってて。ストップ。どうすればいいんですか。聞いてもし選択したらっていうこと。もう最初から決めておくってこと。聞いて俺らは向かえばいいってこと。あ、なるほどなるほど、了解です。でもし石野が左って言うじゃないですか。でそしたら右、左って言ったら、左を選んだら置く。で、左を選んだら置くじゃないですか。で、右に僕のが入ってるから、それ負け格ゲームになりません？そしたら。それってただのいじめになりません？石野が悔しがるところを見るだけのゲームに変わりません？どういうことだろう。今、あ、了解です。石野、OK、帰ってきて。石野、いいよ、帰ってきて。了解しました。サイコロ振ってても自分で決めてもいいです。石野さんが持ってるか持ってないか試してもいいですか。はい。特に何かがあるわけじゃないですよ。ちょっとじゃあ、顔アップで撮りたいんで近づいてもらって。いきますよ。いきますよ。はい。今回は別にお金かかってないですからね。かかってないんだ。かかってない。かかってないけどいいですか、試して。はい、右か左、サイコロでもいいし、自分で考えてもいいんで選んでください。サイコロいきます。サイコロ。はい。じゃあ、言わないで、こう画面見せてもらっていいですか、サイコロ。振ったら。ああ、だけど、数字ですよ。じゃあ、偶数、奇数、どっちなんだろう。奇数が左。奇数が左。偶数が右。偶数が右で奇数が左、はい、じゃあサイコロ振ってください。で終わったら見せてください。
どっちだ、サイコロどこ、サイコロ何になったんですかこれ、ちなみに。3は何でしたっけ。奇数。奇数はどっちですか。左左で OK ですか。じゃあ自分で決めてください、宣言してください。左で OK です。左で OK、 おめでとうございます。今照明太郎さんがもし石野が仮に左を選んだら、これ本当のコメントね、後で見せるけど、左を選んだらもう一回缶を2つ置いて1万円入れると言ってます。マジっすか。これマジなんですよ。だから持ってるんですよ石野さん。福引きに当たったってことですか。福引きに当たったの、これマジ。いくよ、はい、じゃあほら左を置いたら、選んだら置く、うん、これマジなやつです。正面太郎さん、正面小僧さん、ありがとうございます。正面小僧さん、正面小僧さん、やっぱ持ってますよ石野さん、持ってますよ。そこで待機して、了解です。今ここで待機を。了解です。いや持ってますね石野さん、持ってますよ。置いたら言うわ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれで1万円はウィンウィンみたいになるでしょ。ていうか正面太郎さんガチなんだよこれ。はい、じゃあ、うん、いやガチで金持ちでしょこの人。ありがとうございます正面太郎さん。ごめんなさい、ちょっと放送に夢中になってお礼言いそびれました。ありがたく頂戴します。福引き券をもらった状態、こっからでも2分の1の1万円もらえる福引きなんか世の中にあるんだぜ。ない。ないよ。ない。俺らはもうラッキーなんだよ。うん。カイジの世界だよ、カイジの世界。いや、カイジだよね。まあ、歯医者なんだけど。カイジだよ、カイジ。夢があるね。夢がある。でまさかまたあの下りやるわけじゃないっすよね。なんすかそのなんか面、もう十分十分もういいでしょ、もう尺もうオチの尺もう足りただろ尺。いや閲覧伸びてきちゃったんすよ、さっきの取れ高が良くて来てるんすよ。もう足りてんだろ。いや尺は足りてんすけど、ああ尺は今伸びてるんすよ。閲覧が伸びて、うちの尺足りてんだろ。もう期待値が上がってるんすよ石野さん。もう長いでしょ、分かってるでしょ。期待値が上がっちゃったんだ。またやんのかい。そう、ま、タレント力があるから天丼かい。天丼になっちゃうんすよ。いろいろあるんすよ。また走んのかよ。そう、尺は取れてんだ。正直尺の問題じゃないですこの子。売れっ子なんで石野さん今。いやでも持ってると思いますよ石野さんは。いやでも2回やって、だから2回やって2回負けるなんてなくない。だから4分の可能性としてはあります。いや今回は今回で 50% ってまたリセットだから。あ、そっかそっか。 50% だから結局2分の1なんですよ。何回やったら2分の1。まあまあね、うん、うん、そうなんだよな、何回やっても2分の1なんだよな。全然可能性はある、うん、一生ちょっと喉乾いたからジュースおごってくんね。おかしいだろ、おかしいだろ、てめえだろ。俺今日外わかります。はい、はいじゃねえ。喉乾いたんすよ。買ってこいや。小銭ないんすよ。お崩せや。はい、札を。はい、1万を崩せや。1万を。喉乾かないっすか。乾いたわ、カンカン走ったの。ジュースぐらいいいじゃないですか。だねえの、これ今日外だわ、外で段ボールで寝袋だわ。ガキに襲撃されるかもしんねえよ、また今度は俺が有田さんいなくなってから俺が襲撃されるかもしんねえよ。美味しいっすね。美味しかねえの。いや、灰皿をさ、用意したんだから。あ、照明小僧さんありがとうございます。え、ぶっちゃけ今回勝つ自信あるんすか。それは分からないですよ、神のみぞ知るですよ。え、じゃあ 神様なんて言ってんの。神様、神様はなんて言ってんの。それは分からない、それは分からない。バンダナかっこいいね。バンダナいいね。それは分からない。どこで盗んだんすか。盗んどらん。買ったんすか。買ったってか、あのスウェット買ったらついてきた。へえ。え、リスナーはどっちが勝つと思う今回。もう一回チャンスいただいたわけだけど。あ、喫煙所、あそこ喫煙所あった。あった。まあ今はいいじゃん。
リスナーの意見としてはどっちが勝つかな。僕今ワンウィンさしていただいて、ションベン小僧さんから1万円いただいてるんですよ。どっちかな。まあさすがにね、さすがに2連敗したらないっすよ、これは。石野さん、わからないっすよ。石野が勝つ、あ、今回石野行くんじゃねみたいな空気だわ。空気関係ない。いや空気大事でしょ。関係ない、空気大事でしょ。いやだからそこ運を否定しちゃうから、そうやって。いやだけど、多分、いやさっきの話戻るけど、多分こういうわけのわからないことって、世の中っていろんなことが多分決まっていってるんですよ。そう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 、な、神がサイコロ振っちゃってるんだよ、実は、本当に。うん、あ、もし石野が2つ奪って逃げたら、僕警察に通報して、あの豚箱行きです。麻婆ナス食べさせます、こいつを。僕は法的手段に出るんで。おかしい。僕は法的な手段に出ます。おかしいだろ。はい、裁判で経理をつけますね。じゃあ行きますか。行きますか。勝負に行きますか。行きましょうか。うん、もうラストゲームっすよ。え、思いっきり穴開いてるけど大丈夫ですか。いやだからこれダメになった方がスペアっつうかさ、これがダメになって高いやつ買ったのよ。あー、そうそうそう、だこれが生活保護の時ずっと履いてたやつなの。4000円のジーパンですよ。じゃあいきますか、石野さん。じゃあ皆さんいきますよ。石野康介男、石野康介。あれ大丈夫ですか。あったわ。いや、なんか缶を握りたい。いやー、俺ねー、どうだろうな。だから俺髪の毛切ったのが良くなかったと思うんだよな。そこかい。髪の毛を切っちゃったから、多分運の女神様が、そう、みんな言ってるよ、ウィンウィンで終わろうぜって。綺麗に、ね、終わりたいですよね。いやでもそしたらなんかみんな気持ちよく、リスナーさんも楽しめた、ションベン小僧さんも楽しかったわっつって、俺らも小遣いもらって、ねえねえ、ちゃんちゃんだよ、ねえ、それもめちゃめちゃハッピーだよね。いや俺らもさ、楽しくこの後1万円もらってよかったって、いい人いるよねってね、またリスナーさんも思い出ができるわけじゃん。3年後とかね、あの時楽しかったねみたいなね。うん、やっぱこれは生かしたいよね。気持ちよく、気持ちよく終わりたいね。気持ちよくね、終わりたい、終わりたいね。でもまあ一回きりなんで、やっぱ勝負事なんで、これは勝負ですからね。うん、これ勝負だ、勝負。次は何すか、やっぱ石野さんが選ぶ感じですか。じゃんけんでいきましょうよ。じゃんけんで勝った方が選ぶ。ほー、うん、なるほど。じゃんけんで勝った方か、なるほど。じゃあ1個だけ俺からそれでいいんですけど、はい、今度蓋開けんの僕が最初でもいいですか。あ、いいっすよ、いいっすか。了解了解。カメラ的な問題なんですけど。了解っす。僕から開けさせてください。わかりました。はい、いや確率の世界ですね。でも2分の1だぜ。2分の1で天国地獄だぜ、ね、天国地獄っていうか、何かあるか何もないかっていう。何かあるか何もない、まあまあ、うん、まあだから一応損はしない、損はしない。でもこれで持ってるか持ってないかが出るわけだから、
どうなるかな。いや、飯はおごらないっすね。飯をおごったら負けだと思ってるんで。なんか働いたら負けみたいな。そうですね。飯はおごらないっすね。なんでかっていうと、勝ったからおごってくださいよって、僕もう散々石野とやってきて、そう。で、僕なんでおごらないかっていうと、こいつが30万円ね、リスナーさんから振り込まれた時に、ね、1円も還元しなかったんですよ、僕が苦しかった頃ね。僕石野に住ませたりとか飯食わせたりとか、もちろん飯おごってもらったこともあったけど、こいつ30万円もらった時に風俗行きやがったんですよ。で3日ぐらいでこいつ溶かしたんですよ金。嘘で3日で30とか1ヶ月も3日で30溶かしたんですよこいつ。話を作るな。だそっちの事実を歪むな。だってそっちの方が面白いんだもん。3日で風俗行きまくったんですよ。だからちょっと勝ち負けとかでこう勝った方がおごるみたいなのはちょっと僕トラウマになってるんですよ。じゃあ今度どっちが勝つか勝たないかじゃなくて、リスナーさんね、どっちがもらったら面白い展開になると思う。石野とワド、次のゲーム。そんなのワドさんがもらったと思う。いや、わかんないよ。リスナーはどう思ってるか。いや、ほら、ふわっちのリスナーさんいい人多いから、いや、石野くんにももらってほしいって思うか。石野派か、いや、ワドを2万取って、石野がダメージ受けてる顔を見たいか、どっちか書いてください。ワドか石野か。あ、ワドがやっぱ1万取ってほしいと。あ、でも石野さんっていう人もいるよ。いるいる。なウィンウィンでってほら、うん、もちろん谷さんはもちろん和藤さんって、うん、谷はそうなの、谷さんはね、うん、いやでも石野はやっぱ逸材だな、面白いな。あ、でもやっぱ石野って言ってくれてるいい人いっぱいいるよ。俺はもうすでに1万円買ってますからね、この中に1万円入ってるんで、はい、もう俺はもう勝ち確なんですよ、勝ち確なんですよ。1万円どこだ、ここに1万円入ってんすよ。もうちょっと見づらいっすけど、そう、僕はもう勝ち確なんだよ。はい、おかえりなずさん、うん、いや配信終わっても1万円渡さないっすよ僕。そこは渡さないっすね。そう、ぐちゃぐちゃになっちゃうし、台本だろうってなって、つまんなくなるんで、やっぱ王を引くぐらい、うん、そう、あのと、そう、うん、3年後、5年後、恨みが残るようなことがやりたいんで、僕は。それはもうぐちゃぐちゃになって、そう、そう、この真剣勝負だっていうのを楽しんでもらいたい、そう、俺は本当に今日寝袋で寝るって、そこまでやらない、そう、それがリアルだから、そう、はい。はい、あ、リベンジゲームの挑戦権、石野くんが左か右かで左を選んで、石野くんもう1万のチャンスを手に入れて、僕も手に入れたんですよ。でもう1回勝負です。勝負は勝つか負けかなんで、情けは無用っすよ。無用っすね。そう、うん、ここ、そう、ここで情け入れるとダメになる。そう、そう、つまんない、そう、つまんない、勝負じゃない、勝負だから。うん、ホテル待機、何ホテル待機って。うん、よし、頑張ろう。そろそろっすね。もうそろそろじゃなかったっけ。もうそろそろ不動産屋の、うん、あ、石野とホテル行くの。あ、そうなんだ、お幸せに。嫌味言うのも、でもね、なずたんね、やる目的じゃなかったらやら、あ、あった、あ、あ、シンプルシンプル、やらないんだったら男とホテルに泊まんのダメだよ。男とホテル行くっていうことはセックスするっていうことイコールだよ。ちょっと待ってね、はい、リスナーさん、やらせなしですよ。蓋がない、なんかティッシュかなんか詰めてある、ティッシュが詰めてある、はい、あそこに2つ置いてあるね。ファイヤーの缶で同じ缶、ファイヤーの缶、確認できました、リスナーさん、確認できました。うん、石さんの恋人候補になるの。お、
さあ、じゃんけんで勝った方が選ぶ。じゃんけんで勝った方が選ぶ。選ぶ。オッケー。で、いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。お、っていうことは俺が選ぶ。石野が選ぶ。サイコロ、サイコロ、石野が選びます。振らないでよ、振らないでよ、そう、確認しないでよ、こうカラカラとか。うん、いや、ありがとうございます、本当に。あの、ションベン小僧さん、ありがとうございます。はい、石野、でも勝負はだって左を選んでじゃんけんも勝って、やっぱ勝負は強いんだから。オーケー、結論来るよ。じゃあ、え、ちなみに、あ、じゃあ、まあ、カメラでね、どうぞ。どっち選ぶかな、どっち。左、左ね、オッケー、左、振らないでね。じゃあ俺右行くよ。俺ね、正直言っていい、勝ってたらそっち選んでた。俺もそっちだった。だから、まあ見とけ。じゃあ行きますか。じゃあ俺から開けるんで、開けないでくださいよ。じゃあ僕行きますよ。え、みんな先俺見せちゃっていいの？なんか俺はね、この展開は入ってるか入ってないかリスナーが知ってた方が面白いと思うんだけど、いい？見せちゃって。みんな OK 見せて。俺は2回目はもう俺の方をみんな見せちゃった方が、石のリアクションを楽しむ方が面白いと思うの。どう？どうする？俺開けていい？ OK だったら手挙げてください。俺いい？俺絶対こっちの方が配信の感的に間違ってないの。俺見せるよ。で、石野はそう、わかんないの。俺はリアクションしないから。開けるよ。はい、OK です。じゃあ石野、はい、ちょっとそっち側に行ってください。僕ら、あの、終わったんで。さあ、石野くん、ちょっと待ってね、はい、顔面、ちょっと顔の方で、はい、あの、顔に缶近づけてお願いします。はい、いい、そんな感じで、そこで、はい、OK、はい、OK です。こんなことある？やらせ一切ないっすよ。だって選んだの石野さんなんで。でしょ？嘘だろ。帰りましょう。帰りましょう。嘘だろ。わかります、これが持ってるか持ってないか。マジか。はい、マジです。いや、てか俺今日なんか悪い。正面小僧さんが石野に引いてほしかった。金出してる方が言ってるよ。俺今日なんか悪い。1000円、え、嘘、え、今回1000円なんだ。マジかよ。マジか、ちょっと待って、今回1000円なの？俺確認してない、札が入ってるだけだから。ちょっと待って待って待って、こっちが1万円の方でしょ、上手屋だから。1000円かよ、1万円じゃねえか。こっち1万円ね。で、こっちは1000円らしいわ。1000円だったんだ、1万円じゃないんだ。でも俺は20、あれ、ちょっと振って、あ、1000円だったんだ、あ、1000円だったんだ。あ、でもありがたく頂戴します。でも負けたか。最高。あ、でもよかったじゃん、1000円の方で負けたわけだからダメージは少なかったから。どっちも負けてます。そうだろう、なるほどね、持ってますね。まあ、ある意味持ってる。そう、あのね、石野が気づいてないんだよこれね。何をね、ずっと言ってるかって、石野の方が持ってるんだよ、配信の神様的に言ったら。だから石野は気づいてないの。そういうことか。そういうことなんだ。でも絶対この展開でこれ正解ですよね。何が？これ絶対正解でしょ、これで。何が正解なの？いや、こっちの方が絶対面白くないですか？だから石野の方が美味しいんだよ。
いや、配信的に絶対この結果正解っすよね。正解だよ。だから、しかも石野がそういう風になってるから石野は配信的には持ってるんだよ。ですよね。そうだよ。だって俺、外で生活してて俺が1万1000円手に入れるよりも、そう和道さんが1万1000円手に入れるとか永遠と値段になるんだもん。で、俺、外で寝たっていう。そうだから、石野の方が持ってる。結局正解なんだ。そう結局だからそう、神様は正解しか出さないんだよ。で、出たよ。で、ここが面白いんだけど、この状況を神様に選ばれてるって石野が思えるようになったら、お前は配信ですげえ伸びるんだよ。これがずっと言ってることなんだよ。そう、これで、要はふざけんなよって言いながら内心美味しいって思ってたら、お前は勝てるようになるんだよ、配信で。なんか今回のこの出来事、不敬な。そう、それをずっと2年前から俺は言ってんのよ。いや、お前はすごい持ってるって。で、その逆境に自分で客観的に気づいて、だからみんなもリスナーがもう面白い面白いって言ってるわけじゃん。だけど面白い展開の方に流れてるんだもん。それはお前の運なんだよ。そう、だから多分なんだけど、今日すごい面白かったよとか、次の日とか枠見たら閲覧流れるでしょ多分。神様ついてるよね絶対ね、これ。うん、コメント来てる。いや、多分ね、俺やらないって言うと思うけど、15分ダッシュしますか、だって。多分俺やらないって言うと思うけど。それはいいっすわ。やらないそうです。はい。じゃあ逆になんだけど、俺が15分やってみていい？一緒に歩いて帰ってきてもいいから。もしくはダッシュでついてきてもいいけど。俺はトライした方がいいと思うから、俺がやってみていい？足大丈夫なんですか？いや、だから15分、俺は、じゃあ、俺が1万円もらえるんだったら、俺が見本見せたいよね、だから。和道でもいい。トライするっていう形で。本気で走っていい？そしたら1万円もらえるんすか？正面小僧さん。いいんすか？トライするところみんな賛成反対？トライするの賛成反対？どっちですか？みんなが決めて。一緒は別に歩いて帰ってきてもいいじゃん。いや、石野がやった方が面白いけどね。だってどうするんですか？15分ってどうやって測るんですか？いや、だって放送回しながら走ればいいじゃん。だ、俺もう携帯だってもうあれっす、電池ないっす。あ、そっか。じゃあ俺トライするわ。ちょっと待って、リュック本気で走るから。こっから15分って相当距離あるよ。ちょっと待ってね。何、15分で帰れたら1万円もらえんの？また。じゃあ先輩としてちょっと石野に生き様見せるか。うん、じゃあ俺もなんか走ろうかな。だからもうないっすよ、後乗りは。和道さんが走るんだから。あ、じゃあ俺一緒に走ってくれる。でも一緒はもらえないんだよ。もらえねえんだ。そう、まあしょうがない。1万円チャレンジでもいいよ。1万円もらえるってこと？どうするどうする。どっちでもいいよ、俺どっちでもいいよ、本当に。あれ、お金どこだ？ていうか、コーヒーが1000円びっちゃびちゃなんだけど。コーヒーでびっちゃびちゃなんだけど、この1000円。ありがとうございます。ありがとうございます。頂戴します。1万1000円。どうしよう。いや、そこゴミ箱か。しょんべん小僧さんが決めてください。じゃあ。僕もう1万1000円いただいてるんで。缶の中に2つもう1回チャレンジしたいだって一緒。しょんべん小僧さんが。缶の中に2つ入れる権利もう一回やるだって。次いくらっすか？1000円。あ、じゃあ次いくらっすかって聞いてます。1000円って。ちょっと待って。15分で走ったらチャレンジ券がもらえるってことだって。あー、それはもう疲れる系。そういうの嫌なんだ。そういうの嫌なんだ。うん、そういうのは嫌なの？嫌だ。うん、どうしよう。
和道が15分で走ったら2人でチャレンジ。あー、なるほど。うん、もうこれ終わらせてよくないですか。終わりにすっか。終わり、帰ろうか。いや、あの、飽きたそうです。いやだけど、うん、ありがとうございました、おめこぞうさんさん。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。いや、てか俺マジ本当ありがとうございました。なんか、うん、深かったの、なんか見えたの。深い深い、これ深いっすよ。うん、俺はぶっちゃけた話、何回やっても100回やっても100回連続で勝つ自信がある。石野と菅の引き当てやっても100回やって100回勝つ自信がある。いや、石野は持ってるよ。石野は持ってる。いや、面白いな石野は。一緒のリスナー増えるだろうね、これからね。カメラを回してればね、一緒は、あの、しゃんだよね、難しいんだよな。あのね、難しい。これ後で、家で持論解説するよ。一緒に言うことじゃないけど、あのね、配信の神様って意地悪だって話ね。そう。配信の神様に限らず、どんな神様も意地悪だよ、やっぱり。超意地悪なの。意地悪なの。そう、超意地悪。意地悪だけど神様はある、あるっつうか、まあ、いるでもいいんだけど。うん、面白いよな。でもあれだもんね、あの、なんだっけ、チキンレースとかさ、リボルバーでさ、弾1個込めて撃ち合うとか、こういうことだもんね。いや、こういうことっすよ。こういうことだよね。で、なんか俺もっと広げちゃってなんか世の中のいろいろなことって、うん、なんか多分なんか論理的な皆が納得する理由なんて実はないことも結構あって。ないよ。こんなことで多分いろんなことが。そうそうそう、うん、そうそうそう。それが例えばちょっと話飛躍しすぎちゃうと金メダルでもいいし。金メダル、金メダルはちょっと違うのかな。どうなんだろうな。あ、でも金メダルは努力が必要だけど、うん、金メダルを取れる体に生まれてるかと、そう、トレーナーに出会うとかさ、あるじゃん、なんつうの、そういう運はあると思ってるけど、なんかそのスポンサーがつくとかさ。だけど俺は基本的にカメラを回してたからあったっていう、その本人の努力と運の2つだと思ってて、これカメラを回してなかったらこの現象が起きてないから、チャンスっていう。あ、まあ、まずそうですよね。そう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 。いや、だから俺そこも考えちゃったんですよ。なんか今日なんか突然会うことになったとか。そう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 。俺さかのぼっていろいろ枝分かれして考えていっちゃう。なんか2ヶ月つぶつぶりにね、ぶりになんか会うことになって。おう、そう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 。うわー、綺麗だな、赤。あの、NTT の塔、赤くて綺麗。いや、あのね、刑務所に何度も行くの運が悪いのはね、それは運じゃないと思うよ。うん、いや、一種の可愛いよ。母性本能くすぐるし、面白いよ。あのね、だからね、母性本能強い人は一種のこと好きになると思う。こいつダメだっつって、私が守らなきゃってなるタイプだ。うん、そう、常に試されてんだよね。だから今この瞬間に動けるかどうかだよね。いや、そう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 。今自分がどういう選択を取るか。うん、石野はなんか悟りを得たみたいだね。そこのカレーうまいんだよな。何時前だっけ、行ったことない。
なん、なんでも、そう、インドカレーで焼きたてのナン食べ放題の。うまいんだよ。うん、愛知の応援して、夏だ。俺も応援して。そう。俺も頼むわ。俺もフォローして。テイクアウトある。テイクアウトもあるね。ただ、のりこさん。いや、焼きたてのなんじゃないとうまくないんだよね。てか、あの、向こうの方にもあって。どうします？こっちこっち。どうしよう。いや、もう多分閉まると思う。12時だから今。インド人行く？任せます。うん。そんなに俺腹減ってない。結構減ってます。いや、そうだ。蕎麦食ったばっかりだ。結構減ってる。いや、減ってない。減ってない。うん。だし、そう、なんだし。炭水化物。あ、そう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 。まあ、ちょろっとは取っていいんだけど、うん、別に。インド人が経営してる。あ、ありがとうね、ナズさん。クルーって書いてある。そう、クルー、これワッペン、ワッペン、これはクルー、なんて彫ったんだっけな。クルってる、志したかった。志っていうワッペンも買って、クルった志って書こうとしたんだよ。え、石野さ、今楽天銀行ダメってペックスダメってことでしょ。だから、アマゾンギフト券に交換して、アマゾンギフト券を換金業者に売ってるんですよ。ほうほうほう。 90% なんですよ、うん、1万円で1000円持ってかれてる。ああ、そう、それがすっごいもったいないの。楽天銀行新しく作れないの。いや、もう AK 版っすね。 A 版。ああ、楽天銀行 A 版は痛えよな。いや、だからこんなところで、楽天なんてネットバンクだから別に大して重要じゃないような気が してるけど、ふわっちで配信者やっていくんだったら楽天銀行必須アイテムじゃないですか。うん、きつ。ペックス楽天じゃなかったら振り込み時間かかるんだっけ。時間かかる。いくらかかんの。1ヶ月か。94で打たれる。94で売れる。今手数料業者。あ、そうなんだ。え、なに、ペックスに変換するじゃん、はい、その後、ゆうちょ銀行とかだとどれくらいかかんの。1ヶ月。いや、だから普通にフワッチからの正規の振り込みと変わんないから、ペックス経由する理由ないないね。うん、楽天以外は最速じゃないの、リアルタイムじゃないの。あの、そこまで調べてないんだけど、なんか、まあ、なんかそこまで調べずに、なんかもうしょうがねえっつって天気でもうやっちゃってる感じ。ああ、まあでも痛いわな、もったいねえわな。手数料ビジネスは儲かるよな。そうなの。楽天に問い合わせて A 版だって言われたの。電話かかってきて。なんて言われたの。電話かかってきて、なんか向こうも濁すんですよね、はっきり言わないんだけど、まあ俺が掘ってんのは結局、うん、アンチが通報しまくって、うん、ずっとツイッターに乗っけ、ここに振り込んでくるとかやってたから、うん、っていうことだと俺は思ってんだけど、でなんか、なんだろうな、セキュリティのうんだかかんだかのなんだかかんだとか。あ、専門用語使うんだ。よくわかんないこと言ってきて、うん、うんぬんかんぬん電話で口頭で聞かれて、うん、で、なんか後日、結果、凍結なのか、それともこのまま使い続けることができるのか、うん、結論出しますっつって電話かかってきて、うん、で、あの、凍結でっつって、うん、で、書類も届いて、うん、で、中身は振り込んでくれてって、そういう。ほー、あ、別の銀行に中身を。ほー、うん、まあ、数百円しか入ってなかったっす。ほう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 。へぇー、なるほど。
だろうね。あのね、結局ね、俺らって頻繁に金が必要だったりとかするから、結局ね、仲間割れするんだよね、リスナーさんにそういう風に頼ると。うん、リスナーさんが買い取ってあげるよって言っても、その、結局、恩をどんどん作ってっちゃったし、その、配信、例えばナズタンが金ない時とか、今できないってなると、なんか揉めるからやめた方がいいと思う。うん。これはあんまおすすめしない。うん。うん、リスナーさんが負担になっちゃうから、余裕のある人がそのアイテム投げるっていう関係が一番いいと思う。あとはもうプライベートの問題だから、配信者の絶対揉めるよね。そのアマゾン券買い取ってあげるよとか、俺ら常に必要な時分かんねえじゃん。金なくなったら頼んますって。そう、本当にそれが、それこそもうションベン小僧さんとか、うん、そういうレベルで金持ってる人だったら、うんね、こっちも安心できるけど、そうそうそう、やっぱり普通の人だとね、そうで、うん、向こうもきつい状況だと、そう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 、やっぱトラブルになりやすい、安いよね、うん、絶対なるとは言い切れないけど、やっぱりその元の関係を間違えちゃうとね、そう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 、そう人間関係って良くなくなるんだよ。1万円捨てれるぐらい、そういうこと、そういうこと。もしそう、応援したいと思うんだったらアイテム投げるか振り込んであげるのが一番いいの、配信者は。頑張れよっつって、でその後でその喧嘩になった時にその返してとか、私こんだけ支援したのにってならない額を振り込むんだよ。そう返せって言わなくて、楽しかったよっつって。人によって違うじゃん、それが100円なのか50円なのか1000円なのか、まあ、ショーメン太郎さんみたいに1万円投げても痛くないっていいんだよっつって、それは俺ら分かんねえから、そうで返せって言われても絶対返せないもんね、俺ら。うん、そうだから、そのなんつうの、気持ちを投げてもらうっていうのが一番いい。気持ち、いや、だと思うよ。だからティッシュで拭いた後だもんね、あれ。そうそう、2本飲んだんだよ。それが面白いよね。やべえ、もう一回やんなきゃっつってコーヒー2本ガーって飲んでティッシュ詰めて拭いて、だ千円札の方がね、びっちゃびちゃなの。すごいよね。体張ってくれたんだよね、多分ね。飲みたてほやほやだったもんね。捨てたんだってこう流しに捨てたんだって、もったいね。金持ちでやること違うね。違う。流したいやつって。ありがとうございます。すげえ。空き缶を作るために捨てるっていう、すげえ発想が。普通飲む、別の容器に移し替える、移すとかやるよ。もったいないね。いや、面白い。さあ、みー、いや、今日楽しかった。楽しいね。楽しかった。本当にめちゃめちゃ楽しかったね。素直に楽しかった。風呂行きてえけど、もうサウナ行きたくないんだって。水風呂がちょっと、あトラウマになるわな。肩がすげえ、これマッサージ。いや、マッサージとかそんな余裕ねえわ。もうストレッチだよ今。湯船に使ってストレッチだね、ひたすら。あ、のりこさんに、いや、やってもらわない。うん、のんちゃんほら、右手壊してたから。あ、そっか。うん、今治ったばっかりだから。
うじゃああと10分で終わりにすっか。延長配信自動延長切ります。皆さんありがとうございました。すいません、本当しょんべん小僧さん、たくさんなんか面白い企画作ってくれてありがとうございます。楽しかったっす。ありがとうございました。こいつ1円ももらってないけど、ありがとうございました。しょんべん小僧さん、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、なんかすいません、僕は総取りで楽しかった、あのいただきます、ありがとうございます。なんかいやー、はい、なんか感じたっすね。こういうことなんだろうな。ちょっとダメージを負ってますね。いや、ダメージもダメージじゃなくて、なんか答えがあったの。ダメージもあるんだけど、うん、なんか見えたんだ。なんか多分こういうことで、うん、大事なことって決まってくんだろうな、きっと。俺だけど、例えばなんだけど、俺が石野が1万円取ったらどうしようとはずっと計算してたよ、俺は。あ、どうしようと。もし、いやだからずっとパターンを考えてて、え、どうやったら面白くなるんだろうと思って、だからそのもう答えが出なかったのよ。だから前の尺で面白くしないとって、そうそうそう、笑いを取っとかないと難しいと思っての粘りじゃん。そう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 。だから2回目もなんで俺が先に取ったかっていうと、俺が負けたパターンでも勝ったパターンでも、その一種の先リアクションだと、なんつうの、読める展開になっちゃうから、うん、俺とリスナーさんは答え分かってて、一種のが外れなのか負けなのか分かってる状態でリアクションを取った方がいいとか、うん、だからなんつうの、そのもう答えが見えなかったら先手を打つみたいなのをずっと考えてた。でもだから持ってるなと思って、助かったと思ったもんね。まあ、これ正解だよな、枠的に。そう、枠的にこれしかない展開を取るから、ね、絶対これ大正解、ね、そう、こいつ持ってるわーと、持ってないのと持ってるが同時に来るけど、うん、絵面的に奇跡起こすなーと思って。すごいよね、一種は持ってるよね。負けキャラいいわーと思って。面白いよな。ねえ、楽しかったね、ケイブンさんね。ケイブンさん、花火ありがとうね。ケイブンさん、さっき花火くれたよね。超面白かったわ。皆さん、最後にね、しょんべん小僧さんが盛り上げてくれたんで、しょんべん小僧さんに、あの、パチパチお願いします、本当に。すごい楽しかったです。しょんべん小僧さん、ありがとうございます。しょんべん小僧さんは、石野のリスナーさんなんでしょ。いや、和光さんのことも知ってるって言ってました。あの、たまにフラットも姉ちゃんみたいな、あー、寝室がっつり見る感じじゃないんだ、石野のヘビーリスナーではないけど、結構来てくれるみたいな。寝室没でたまに来て、うん、金置いとくみたいな。意味が分かんないけどね、金置いとくの。そうそうそう。じゃあアイテムでお願いしますよ。それはつまらないから嫌だ。だからファンチなんでしょ。そうそうそう。アンチでもないし、なんか好きなんだけど、基本的に苦しめこの野郎っていう。アイテムはつまらないからやらない。だからファンチってやつが、だからプロリスだよね、昔でいうニコ生系の、うん、体張れやっていうさ。しょんべん小僧さん、ありがとうございました。本当にしょんべん小僧さんプレゼンツだったんで、俺もでもね、石野とやっぱり会って面白かったなとか思って、またね、来週あれでしょ、水鉄砲撃退枠、それも確定だよね。うん。で、なんかリスナーさん集まったらさ、みんなで、まあどういう展開になるかわかんないけど、飯でも食ったりね。まあそうですね、最後飯食って、うん、っていう感じでいきましょう。いや、本当ありがとうございます、盛り上げていただいて。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。じゃあ、それの、とんでもない、とんでもない、石野くんでした。じゃあ、皆さんお疲れ様です。ここで切ります。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。こっちでいける、こっちでこっち。お前、コメント欄荒らすなよ。とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。